そしてそのまま腕を上げて背中でタスキ掛けにします。続いて肘を胸より高い位置に心がけ、肩を後ろに10回回します。その時肩甲骨をギュッと引き寄せるように回すのがポイントです。脇腹を意識して気持ちのいいところで10秒間キープ。ゆっくりと息を吐きながら行いましょう。基本的以外の全身の運動になってますか？はい、続いてはエクササイズ2つ目いきましたが、先生、続いては肩甲骨を回していきます。はい、エクササイズ。まず、皆さんも一緒に、はい、このように輪っかにします。はい、はい、で手をこのように交差して、ぐるっと回すのができます。はい、それを肩にこう差し掛けにしてください。いや、スルスルスルとじゃなくて、割と素体心が、割と、あの